い、こんにちは、くんべの岩崎です。はい、今日は SNS で超話題なヘアケア用品プラスヘアスタイリング、こちら今日第2弾です。はい、こんにちは、クーペの小山です。はい、普段ですね、僕たちはどういう美容室かっていうと、基本ですね、クーペっていうのお店はですね3店舗ありまして、髪の毛をきれいにするっていうのに主に特化した美容師がたくさん集まってる美容室になっております。なのでこういう感じ、写真や動画のような感じで、美髪にしていく質感調整や美髪矯正っていう髪の毛を癖を伸ばしながらきれいにしていくっていうようなメニューをしているので、本当に髪の毛をきれいにしたい方々は、僕たちに相談していただければいいと思います。今から言うことたちは髪の毛をきれいにしていくために家で簡単にできるようなこと、知識とかそういうのをですね話していくような感じになっておりますので、はい、ということで本題に行きたいと思います。はい、今日は SNS で超話題なヘアケア用品プラスヘアスタイリング、こちら今日第2弾です。1つ目ですね、ヘアドライ用の手袋。こちらは髪の毛をドライヤーする際に早くなるだけ乾かしたい方に向けてのアイテムとなります。こちらは100円ショップにも売られていますので、コスパ抜群で使い勝手のいい商品となります。2つ目です、アングルティーザー。何かと言いますと、ブラシになります。こちら世界中でも大ヒットした商品になります。ブラシでブラッシングすることによって血行が良くなることと抜け毛の予防にもなりますし、皮脂をきちんと髪に潤いを持たせることにも使えます。絡まりやすい髪の毛をほぐす効果もあります。泡立ちも良くなりますので、シャンプーがいっぱい使わなくても良くなりますので、その辺もコスパがいいのかなっていうところはあります。はい、3つ目ですね、3つ目はエリプス。こちらは一度は見たことあると思います。ドン・キホーテや100円ショップにもある商品になってます。カプセル状の使い切りのオイルになります。自分の髪の毛に合ったオイルを使っていただくことがおすすめだと思います。はい、4つ目ですね、4つ目はこちらも100円ショップに売られている商品です。RJ ローションという商品になります。こちらは広がる髪を何とかしたいという方に向けての商品になります。ロイヤルゼリーやヘアグロース酸など6種類が配合されたローションになります。シャンプーにローションを混ぜることによって使用ができるアイテムになります。はい、5つ目ですね。5つ目は以前 YouTube でも紹介しています。桃の木串ですね。木の形をした、木の素材でできた串になります。表面をヤスリで削ってあげて、それに自分の好きなオイルを染み込ませる。オイルの含んだ串を使うことによって静電気が起きにくくなったり、パサつきの予防になるという優れたアイテム串になります。ぜひ100円ショップに売ってあるのでチェックしてみてください。はい、今日どうだったでしょうか。商品いろいろ説明することによって僕自身も勉強になりますし、こんな商品あったんだなって YouTube でちょっとでも知る機会になっていただけたら僕も嬉しいなと思います。次回また違ったものを紹介していきたいと思いますので、ぜひ動画のチェックよろしくお願いします。はい、ではそれでは今日もご視聴ありがとうございました。それでは明日も美髪に、バイバイ。